どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。ですね、無料10連ガチャが28枚、チケットがたまりましたので、これから引いていこうと思います。100連目に SR 以上1体確定、280連目にも SR 以上確定と、1体確定ですね。で、200連目でSR1 体確定となっておりますが、果たして何体 SSR が来てくれるのでしょうか。ということで引いていきます。では行きましょう。ドンと、さあゆっくりと行きますよ。どうだ、ミッドウェイやってきて、ブルブル震えた。いきなり1体確定、ありがとうございます。さあ、これはすり抜ける、まあすり抜きしかないですよね。新規はどれだけ来るか。まずは1体ありがとうございます。それでは2体目いきます。ミッドウェイやってきたのみ。まあこれでもね、 SSR は期待できます。さあどうだ。昇格しない。で行きましょう、どんどん行きましょう。さあミッドへやってこなかったですけど、素で出てくる場合もあるけど、これは昇格しないですね。はい、で行きましょう。続いてドンとミッドへやってこず、40連目ですね。最初にね来てくれたのでびっくりですが、まあほぼこんなもんでしょうね。このでは50連目いきましょう。いきましょう、ミッドウェイやってきたのみ。さあどうだ。さあ金が2枚あります。さあどうなんでしょう。昇格、素晴らしい成果でしたね。はい、では60連目いきましょう。ドンとミッドへやってきて、プルプル触れた。さあ2枚目確定しました。昇格天才お願いします。私の戦場は早急を食らう好天の涙。ありがとうございます。黄金のランちゃんが来てくれました。もちろん限定ではありません。でも新規キャラクターありがとうございます。クロさんの国をもっと素敵にするお手伝いがしたいのです。私と一緒に良い行いをした人が救われる当たり前の世の中を目指しましょう。目指しましょう。ありがとうございます。いや、よかった。よかったですね。さあ続いていきます。ドンとミッドウェイやってきたのみ。さあ70連目で2体、おっと、これで3体目が来ました。さあ天才は来るのか。素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果でした。さあ高能城ありがとうございます。さあ行きましょう、90連目。さあどうだ、90連目昇格はあり得るのか、お願いします。昇格ならず。さあそして10連目ですね、いきましょう。10連目ドン、 SR1 体以上確定。ちょっと虚しいな今のこの演出は。1体だけですからね。さあどうなんだ、昇格は、昇格はなしです。さあ、これで10体目ですね。失礼いたしました。これで100連目いきましょう、お願いします。ミッドウェイ当選のように来ない、確定してるのに来ないですね。まあ SR のみですからね。さあ2体ですね、昇格もありえないですね。はい、ありがとうございます。さあ110連目にいきましょう。ミッドウェイやってきたのみ。さあどうだ。おっと金が3枚。さあどうだ。
残念、120連目でいきましょう。水戸へやってきて、やってきたのみ120連。おっとこれは寂しい結果です。昇格3枚、ありがとうございます。さあ130連で、SSR がまだ3体というところですね。昇格が欲しいですか。素晴らしい成果ですね。素晴らしい成果ですね。さあ150連目ですね。ミドウェイやってきたのみ。確率としてはどんどん悪くなってきております。あ、これはいかん、これはいけない。素晴らしい成果ですね。まあね、R だけっていうのはね、ちょっと困りますね。さあどうだ、これがね、普通の、血流石使ってたガチャだったらどうなんでしょうね。もう泣けてきますね。 SSR 来ねえじゃねえかよという話になってきています。つらい。3体ですからね、来てないことはないんですけど、爆死ですね。爆死です。さあ170連目に行きましょう。まだ3体、まだ3体です。ただおっと虹、ミッドウェイ来てなくても虹、ありがとうございます。ではどうだ。さあ持っているキャラクターでしたね。さあ4体になりました。さあどうよだ。まあね、ミトウェイ来なくてもさっきみたいにね、来ることもあるのでダイヤしたいとこですが、これは厳しい。うわー厳しい、大爆死です。さあ190連目、です。さあ続いては200連目です。これは1体確定ですから、1体だけなのか。当然のようにミッドへやってくる、プルプルはしなかった。1体だけですね。2体欲しかったな。さあどうだ。次回仕事兄忘れ目や。ありがとうございます。はるか世界を来てくれた、ありがとうございました。ようやく来てくれた、はるか回復薬、大事な回復薬来てくれました、ありがとうございます。この一通持ちに花見の誘いた粋なことをなさる。しかしあのボンクラどもまでを誘うのはいかがなものでしょうね。いやー、ありがとうございます。5体ですね。 SSR5 体、5回に1回ならまあいい方だということでしょう。おっと何気にスキップをしてしまいました。すみません、動揺しております。さあ220連目サミットをやってきて、やってきたのみ。いや動揺してますね、動揺してます。ここからは素晴らしい成果ですね。天才が来てほしい、天才が。さあ240連目ミドへやってきて、やってきたのみ。さあ SSR はなし、金が2枚だが昇格の、昇格お願いします。あーしない。さあ行きましょう、240連目1体来てくれたら、あと1体来てくれたらね、本当に5回に1回なんで確率としては悪くないんですけども、どんどん確率が悪くなってきております。250連目、あと1体は欲しいところですかね。おっと来ましたよ、
来ました来ました、ありがとうございます。さあ新ユニットが来るのか、新キャラクターお願いします。今日のアモルは赤ちゃんなので。ありがとうございます、アモルが来てくれました、ありがとうございます。神父様が愛してくれないのでアモルはすっかりとぐれてしまいましたよ。赤ちゃんになっちゃいましたよ。赤ちゃんになっちゃいましたか。ありがとうございました。うーん、これで5回に1回の確率できてますね。さあミッドウェイやってきてプルプル震えた。おお素晴らしい、7体目です。さあ確率としてはもう悪く十分な感じですね。さあ行きましょう、どうだ。さあこれ7体はいいんじゃないですかね。素晴らしい素晴らしい、7体はすごい、もう確率としては十分ですね。ええ、十分です。さあ、なんだかんだと言いつつ最後ですね。SR 確定。1体以上確定。さあどうだ。ミッドウェイやってきたのみ。天才が来てくれるかな？天才が。おっと、ここまで多いぞ。天才を期待するぞ。天才お願いします。素晴らしい成果ですね。ダメでした。さあ以上でね、終わりたいと思います。もうこれでね終わりですからね、チケットの方はありませんということですね。プラチナガチャもあるんですけど、まだ更新されてないとねやる気が起きません。武器ガチャチケットが2229枚ですねあります。明日の更新以降でどうなるのでしょうか、ちょっと期待ですね。まあ、新規ユニットが今回黄金の乱と春風と、アモルですね、闇アモル3体ですね。で SSR7 体なので文句なしと言ったかとなりました。ありがとうございました。久しぶりにね、ガチャ動画をねやってみました。どうだったでしょうか。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサブタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。